Xanadu. Last episode, made our way, split up into four groups, conquered four parts of the dungeon. And here we are, we reunited at last, defeated some monsters strong, and we are in the final corridor, about to head over to that structure or something, whatever it's called. So, let us continue forward.
halfway spot over there.
行くわよ。変わります。行くわよ。Just make your way to that pathway in the open area. Shoot!Shoot!
返しますね。貫け、よっ、やればよ、結界よ。
決着をつけるために。 Thank you.
We are ready now. Sorry, I kinda missed that area. I was busy mesmerized by the atmosphere. 10 years ago, the same sky. I remember. I saw your sister. I saw Kazuma and you. よう、来たぜ。来てくれたんだ、こうちゃん。ううん、来てしまったんだ。その様子だと全て分かっているみたいね。自分が何者なのかを。うん、全部分かってる。今までみんなに嘘をついていたことも、私が本物のしおりじゃないことも。 What the fuck? しおり先輩じゃない。どういうこと？10年前、しおりは亡くなったの。瓦礫に押しつぶされて、こうちゃんの目の前で。私は崩れかけていた町を逃げていた。赤い空の下、断続的に揺れが続いている中、
お互いに手を取り合って、でも悟っちまってはいたけどよ。それでも幼馴染相手にちょいときつすぎやしねえか。ったく、もうちょいオブラートにくるんで明かせねえのかよ。だって私は本物のしおりじゃないから。だからこんな残酷なことも
平気で明かせちゃうんだよ。これから世界の全部を変えちゃうみたいに。え？それは。まさか。森宮以外の地も巻き込むつもりなのね。正解だよ。この10年間私は嘘をつき続けてきた。倉敷しおりが死ななかったっていうちっぽけだけど大きすぎる嘘。でもそれが事実になるのは森宮以外では。倉敷しおりは10年も前に亡くなっている。そしてこの10年でネットワークは飛躍的に発達し、しおりが生きているという祖母は説明のつかない矛盾を増大させ、森宮における時空間を不安定にした。それが今年に入ってからいろいろな事件が起こった本当の原因。その矛盾を解消するには森宮以外の因果も操作するしかない。たとえ東京を、日本のすべてを今の森宮みたいにすることになっても。ありえねえだろう。でも原理的には不可能じゃない。ああ、そのための箱というわけか。ええ、一度開けば嘘で世界を覆い尽くす。そんなことは認められない。正直あなたの気持ちは痛いほど理解できる。大切な人のために嘘をつき続ける覚悟も。でもだからといってそれをさせるわけにはいかない。アスカ、アスカ先輩。ヒイラギさんならそう言ってくれると思った。それじゃあ始めようか。だろ。言っておくけど簡単に勝てるとは思わないでね。なんてオーラ。トリプル S 級の力か。勝手に話を進めんなよ。時坂君。こうちゃん、さっきから聞いてりゃ、しおりもアスカも。結局ガキの頃の俺が勝手な罪悪感で壊れかかったのがそもそもの原因なんじゃねえか。その当事者を放ったまま話を進めんじゃねえよ、アホタレ。コウ君。あのね、もうきっかけがどうとかじゃないんだよ。言ったでしょ、倉敷しおりはもういないの。私という嘘が消えるか、世界を飲み込むかの二つだけ。だからこうちゃんは黙って。俺は今まで目を背けてきた。
お前を失った喪失感をごまかしてバイトなんかに逃げ込んで。Wonder if he knew about it. だがそれが嘘だったとは思わねえ。割と好きだしな。バイトでいろいろな経験をするのも、仕事先の人たちと知り合うのも。お前が自分のことを嘘だというのは勝手だ。だが俺にとって、おじさんやおばさんにとって、お前の友達やトワネや亮太やジュンにとって、目の前にいたしおりは嘘じゃないし、お前自身にだって否定はさせねえ。それすら否定してご利用しすんなら、いず他の誰にも譲らねえ。幼馴染として俺が力ずくでも認めさせてやる。そして今度こそお前の手を離さねえ。嘘だの、齟齬だの、矛盾だの、そんなもんはなんとか解決して、今目の前にいるお前を絶対に取り戻してみせる。こうちゃん、こうちゃんだもんね。私のことだって、世界のことだって、どちらも何とかしようと一生懸命になっちゃうよね。それでこそ私の。だったら私も全力で応えてあげる。そして偽りの中で世界を、みんなを、こうちゃんを永遠に閉じ込めてあげるから。証明、これが最後の戦いだ。みんなどうか力を貸してくれ。当たり前だ。全身全霊でいきます。敵戦力の分析を開始する。防御結界を展開します。しおりを取り戻そう。援護は任せろ。この一戦全力であなたを支える。乗り越えましょう時高君。もちろんだアスカ。大丈夫だよ、さよなら。
ってね。それそれ船弾幕弾幕ほらほら危ないよ。よっ船回復するよ。ありがとう。それ回復するぜ。そうだそれ。よっよっそれそれ。Highest
これからでやるよ。貫け、それ。ダークストレート。よ、これはどう？ダークストレート。よ。ほらほら行くわよ。シュートシュート。ほら行きます。やるわ、任せて。ほらほら、この地で因果が紡がれる起点となる場所。最高レベルの管理者権限エリアってわけだ。クロゾ、私は暗き災いの神器、因果をもてあそびし虚ろなる者。始めよう。全部私が飲み込んであげる。綺麗だけど。ふん、女相手なら全力を出させてもらうぜ。